次はロコ、出たいです。いいですね、マイラ。どうぞ。あなたと戦う相手はかわいそうだ。どちらが餌食となるか。許せない。え？あんなのがチェスの駒なんて。そうやな。あのキメの細かい肌のツヤ、キューティクルの輝き、これじゃまるで私が年取ってるみたいじゃない。なんや、そないだ理由かい。ギッタギタになるまでいじめてやる。自分行かせてもらうで。あんたの理由は何なのよ。あ、理由？自分女の子大好きやの。キャハ。何がキャハだ。キャハ、キャハハハ。ほな行ってくるわ。キャハハ。それでは第二試合を始めましょう。ルメリア七子バーサスチェスの駒ロコ。セカンドバトル第2試合始め。さてどっからでも来いや、お嬢ちゃん。どういうつもりなんだろう。あのバカ、何余裕こいてんのよ。七子殿、何を言っておられる。相手が少女だからって油断は禁物ですぞ。あのバカ大丈夫なの。あいつの魔力なら。それにここに来る前ベストルで強力なアームを使ったと聞く。アルビスがそう言うなら。だが戦いに絶対はない。また不安になっちゃった。七子とかいうあの男、ロコを外見で判断しているとひどいことになるでしょうね。聞いたことがあります。ロコの使うアームは変わった代償を必要とすると。それは楽しみ。レディーファーストや、お先にどうぞ。ロコも舐められたものです。少し怒りました。一発で決めてあげますから。お、なんやねん、おもちゃでも入っとるんかい。そん中に。これにします。呪いの七つ道具の一つ、ネグゼロ。動きを封ず。金縛り系の呪いだろう。その呪いを解く方法は無理だ。ホーリーアームを持っていなければ。確か七子殿はホーリーアームを持ち合わせていなかったはず。だから言わんこっちゃないのだ。よいしょ、呪いの藁人形。君レディーファーストですから。
まさか。あだー、ドロシー、あれ、もしかして。やっぱりダークネスだわね、呪いのアームよ。でもそれじゃあ使うたびにあのロコって子にも何か呪いがかかるはず。ああ、その効果が強ければ強いほど逆にあの子自身にとっても危険なはず。このアームたちはロコにとって災いではないのです。副作用は年齢が下がっていくですから。使うたびに若返っていきます。ロコ、これでも32歳です。32歳であの柔肌。いや、あの、そういう問題じゃなくて。あれは6年前、私は26歳、チェスの駒ポーンだった。そなたはチェスの駒か。ええ、その目には感情がない。それは悲しみゆえか、それとも。関係ないわ。私はただ戦場で生き抜くため強くなりたい。強くなるためのアームが欲しいだけ。お前は強くなるためならどんな犠牲も厭わないかい。ええ、このカバンに入っている7つの呪いのアームどもがお前の言葉を聞いて嬉しそうにはしゃいでいるよ。そのアームを私に。ああ、ただしこいつらは使うたびに術者にも災いを招くダークネスアーム。お前さんが使うたび副作用が起こる。それは構わないわ。どんなことが起きてもいい。私にそれを売って。お代はいらないよ。ちょうどこのアームを持て余していたところなんだ。私にはもうこれを使うための代償が残ってないんだ。あんたにあげるよ。あれから私は若返り続けている。今もアームを使うたびに。やりますね。大抵の人2本でショック死します。スパイクはあと3本、何本持つのか楽しみです。
いやギブアップして。ナナシさん本当に死んじゃうよ。一生してんだ。あとは私に任せろ。そうやな、ギブアップしたろかな。ドロシーちゃんが真っ裸見してくれたらの。するか。ほなもうちょい粘るわ。しかしこの呪いってやつは。ナナシお兄ちゃん。やっぱりよう似とる。気ぃつけろや、転ぶで。大丈夫。あ、痛い。おい、大丈夫か。怪我ないか。ピロ、なんやこれ。お兄ちゃんがあの時助けてくれなければ、私チェスの駒に。ああ、うん、ありがとう。ボス。どうしたん。砦が全滅です。何やて。チェスの駒の何者かがみんなの体の血を吸い取って。かわいそうに見えちゃうもん。血を残らずスワームを使うやつ、そいつは必ずこの手で。心力だけで破った。信じられません。四本目。これでどをぶち当てたいんは君やない。ペタとかいうアホや。
シャーから今日はこの辺にしといた。勝者チェスの駒ロコ。五本確かに打った。それでも生きている。動けないはずなのに反撃までされた。ロコを狙えたはずなのにそれもせず。実力で